とうございます。セナです。今日はですね、コロンボにあるこちらシャングリラホテルに泊まりに来ました。ずっと泊まってみたかったんですよ。そのシャングリラホテルですね、2017年11月にできたばっかりで、スリランカでは一番最新の5つ星ホテルなんです。今日はせっかくこのホテルに泊まれるので、このシャングリラホテルを皆様にご紹介したいと思います。では行ってみましょう。はい、皆さん、ではルームツアーを行いたいと思います。27階にあるスイートルームでございます。どうぞ。パパ、じゃじゃじゃん。とっても明るくて開放感のあるお部屋です。こんな感じです。どうでしょう。着物が全面にあって、とても開放的です。大きなワーキングデスクがまずありますね。入ってすぐに仕事がはかどりそうです。こちらにはテレビとソファ、窓の外側、向かい側にはワンゴールフェイスのレジデンスのタワーが見えます。左手にはワンゴールフェイスのオフィスのタワーが見えますね。こちらがベッドルームです。じゃじゃーん。キングサイズの巨大なベッドがあります。ちなみにこのベッドの向かいにもテレビがついてます。で、こちら側にはこのコンセント付きのおしゃれなテーブルが置いてありまして、ここからのビューはオーシャンビューのお部屋です。この右側に見える今工事中のこの広い広場なんですけど、ここはポートシティって言って、今新しく開発中の場所なんです。中国が全面投資してるプロジェクトで、マンションとかショッピングセンターとか公園とかができるんです。で、こちらにバスルームがございます。バスルームとっても豪華です。じゃあ見て、どうですか、高級感満載。まず広々としたバスタブ、バスソルトとかも用意してくれてるんですよ。ちなみにアメニティは全部スパセイロンのものです。スリランカの美容系のブランドですね。とても有名です。トイレですね、広い、とっても素敵なシャワールーム、化粧できるナイト、ウォークインクローゼットです。お値段はですね、スペシャルレートを今日オファーされてて、それをたまたま見つけて急遽予約して泊まることにしたんですけど、booking.com でそのスペシャルオファーを見つけました。お値段は1泊190ドルと約2万1000円ですね。いろんな特典がついていて、まずフリーアップグレード、スイートルームへのアップグレード、これ無料です。コンプリメンタリー無料のハイティーがついてきて、50ドルのクレジット、これはすごくって、フードアンドベベレッジ、食べ物と飲み物には50ドル分自由に毎日使っていいんです。レストランとかでも使えるのでとってもいいですよね。あと無料のアルコールとキャノピー、何、おつまみみたいなのも無料でついてきます。こんなにたくさんの特典がついて、この素晴らしいお部屋で1泊たった190ドルです。いろいろとホテルを満喫したいと思います。ちょっと今からランチをしに行きたいんですけれども、このシャングリラホテルですね、なんとコロンボの中で一番大きくて一番最新、2年前にできたばっかりの大きなショッピングモールに隣接してるんです。直接もうモールがつながってるので歩いて行けちゃうんですよ。ワンゴールフェイスっていうショッピングモールなんですけど、地下にスーパーもキールズっていう大手のスーパーもついてるので、すごい便利なんです。じゃーん、ありました、モールのエントランスです。大きい文字でモールって書いてあります。こんな簡単に有名なワンゴールフェイスのショッピングモールに行けるなんて最高です。ちなみにドコモを通過するのは結構こういう風にセキュリティが結構厳しいです。ドコモワンゴールフェイスに繋がってるって結構すごいことだよ。はい、着きました、ショッピングモールです。こんな感じ、なんて便利なんでしょう。このショッピングモールの詳しい情報に関しましては別の動画作ってるので、ぜひチェックしてください。ちょっとシリーズに行きたいと思います。はい、では皆さん、さっきランチをショッピングモールで食べ終えまして、3時からハイティーが、アフタヌーンティーが無料でついてるので、ロビーのすぐ横にあるサフィールランチっていうところで
ハイティーしたいと思います。楽しみです。すごい高級感あふれてるラウンジです。入ってみましょう。はい、ラウンジに来ました。天井も高くて綺麗で開放的なラウンジでとってもテンションが上がります。結構お客さんもたくさんいますね。欧米人の方とかもいらっしゃいます。何よりこの目の前に海がバーって広がって見えるのがすごくいいですね。でこのアフタヌーンティーは料金に含まれているものなのですごいお得感満載です。どんなアフタヌーンティーなのか楽しみです。どんなのが来るんだろう。かわいいですね。なんだろう、この一番下はスコーンとジャム、あとなんかパイ、お肉が詰まったパイかな。2段目はトルティーヤの皮で巻いたなんかタコスみたいなものとハンバーガー、で上にケーキ3種類かな乗ってます。うわ嬉しい。というわけでいただきたいと思います。お肉のパイですね。こんな感じで、すっごい美味しそうじゃないですか、これ中身。あ、美味しい。美味しい。これめっちゃ美味しいよ。全部美味しいな。どうしよう。普通にこれランチにすればよかったかもね。いや、本当よ。最高です。シャングリラはご飯が美味しいと思います。クオリティもすごく高いし、コーヒーもすごく美味しいです。女性の方は喜ぶんじゃないかな。綺麗だよね、全部が。綺麗、広いし、リラックスしています。今ね、もう夕方の5時近いんですよ。でもね、今日の夜は美味しいシャングリラの中華に行きたいので、感じです。以上、ラウンジからハイティーお届けしました。ハイティーでゆっくりして、今からですね、今日食べてばっかりなんですけど、ディナーに行きます。シャングリラホテルの中にあるシャングパレスっていう中華料理のお店が、すっごい美味しいので、今日皆さんにご紹介したいと思います。あ、もう目の前だ。着きました。ここです。シャングパレス。見てください。この高級感。これね、ずーっと奥まで、オーシャンビューの席、反対側までずっと席が続いてて、おしゃれなんですよね。なりました。メニューの数はすごい豊富でいっぱいあるんですよ、メニューが。ちなみにこのレストランですね、前菜みたいな感じでチップスをくれるんですけど、このチップス最高に美味しいんですよ。びっくりします。揚げた春巻きの皮、パリパリのチップスなんですけど、ガーリックパウダーみたいなのがかかってて、ちょうどいいしょっぱさなんですよ。香ばしいし、やみつきになりますよ。酒のつまみに最高だね。そうだね。なんか今お酒を提供してないみたいで、レストランで。どこも宗教的な関係なのか、そうなのか残念だけど、しょうがないですね。ちなみにこのエビチリはメニューに載ってなくて、写真見せて作ってって言ったらシェフが作ってくれたんですけど、牛肉がすっごく柔らかくて美味しいです。ソースのちょうどいい味付け。スリランカあんまり牛肉ないんですよ。だから宗教的な理由らしくって、牛肉を食べる人が少ないんですって。だからレストランとか行っても牛肉ってほとんどいつもメニューに載ってなくて、チキンとかポークばっかりなんですけど、久々に柔らかい牛食べた気がする。私の大好きな空心菜、これ英語でモーニンググローリーっていうんですよ。面白いですよね。美味しい。やっぱりここはね、何食べても美味しいです。幸せです。満足度高い。会計をもらいました。全部でですね、ご飯12品プラス飲み物計14品合計 22,959.10 ルピーです。日本円にすると約13,000円です。シャングリラの高級一流チャイニーズを食べてこのお値段です。どうですか。日本でこんだけ食べたら、ここだとね、半額ぐらいで済んじゃうんですよ。ここのチャイニーズは本当におすすめです。味も美味しいし、クオリティも高くて本当に感動するので、その割には値段も安いので、ぜひ皆さん一度は来てみてください。今日の夜はバスタブがあったので、ゆっくりお風呂に浸かってお休みたいと思います。ごちそうさまでした。この宿泊プランに朝食がついているので、
明日はシャングリラホテルの朝食をお届けしたいと思います。では一旦おやすみなさい。おはようございます。昨日はぐっすり眠りました。今から朝ごはんを食べに行きます。よく寝れましたか？はい、セントラルの朝ごはん食べに行きます。なんとビュッフェスタイルです。すごい窓が大きくて綺麗なレストランですね。おーすごい、カレーコーナー。あ、なんかヌードルあるよ。嬉しい。ヌードルエッグコーナー。すごい、なんかさ、具がさ、おしゃれ。具がおしゃれ。ざっと見た感じ、本当にいろんなものがあって種類が豊富です。チャイニーズエリアとかあったり、エッグコーナーもありますし、チーズとかフルーツを置いてるゾーンもあったので、すごい嬉しかったです。こんな感じでチーズプラッターを私は作ってみました。お上品だし、おしゃれだし、種類も豊富なので、もう朝からまた私はテンションが上がっております。おかゆです。この上の具材とか調味料とかはたくさんカウンターのところに並んでるので、自分でお好みで味付けできるので、それもまたいいですね。お醤油とごま油とチリと昆布みたいなのとキムチちょっと入れてみました。醤油とごま油あんのやばいよね。うん、あ、美味しい。自分でさえ物入れられるって最高だね。最高。あ、癒されます。これはホッとする。幸せです、優雅。はい、とまあそんな感じでたくさん食べちゃいました。総じて今までスリランカで泊まってきたホテルの中で一番サービスも質もお料理とかも部屋のクオリティとかも全部一番だと思います。さすがシャングリラさんです。まあ、シャングリラってね、もう世界中にあるから、まあ、そのスリランカらしさっていうところはあんまりないんですけど、ホテルとしては本当にすごくいいホテルだと思います。昨日もね、あのお部屋にあるバスタブにバスソルト入れてゆっくり使って半身浴とかしたんですけど、とっても気持ちよくって夜もぐっすり眠れました。で、そのスパセイロンのアメニティ全部使ったんですけど、シャンプーとかローションとかいい匂いなんですよ。なんかスパから帰ってきたみたいな感じでした。お風呂上がった後最高です。皆さんぜひぜひシャングリラコロンボに来たら泊まってみてください。景色もいいので、海が目の前だし、ワンゴールフェイスのショッピングモールもすぐ隣にくっついてるのですぐ行けるし、便利です。とってもいいステイでした。おすすめします。コロンボのシャングリラいいなと思った方はぜひいいねをお願いします。これからも一緒に旅を続けてくださった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。スリランカにある最新で最高級のコンドミニアムを見学しに来ました。広すぎて価格に入らない。冷蔵庫もついてくるのが、やばいよ、ね、やばい。映画館がついてます。最高だね。キッズプールもあるし、ジャグ